この3つの要素だけ考えれば自己分析終わるんだ。やりたいこと探しに公式が2つあるっていう風に説明していて、はいはい、1つ目が好きなこと×得意なこと、これ掛け合わせたらやりたいことになりますよ。CR25 渡辺でございます。最近ですね、自己分析とか自己理解っていうのが結構ブームになってますよね。インターネットや SNS が進化して多様な生き方、働き方ができるようになっていると。その一方でですね、自分は何が好きなんだろうとか、自分は何がやりたいんだっけということに悩んでいる人も多くなっているんじゃないかなと。今日の動画はですね、そういう人に見ていただいたら必ず何かですね、持ち帰っていただけるものがあるインタビューになると思っております。ということで今日のゲストはですね、自己理解会社、株式会社ミーの代表の八木仁平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマはやりたいことの見つけ方という八木さんの一番得意分野のテーマだと思うんですけど、はい、まずですね、なぜ八木さんがこのテーマを語ることに説得力があるのかという自己 PR を、はい、していただきたいんですけど、はい、わかりました。お願いしていいですか。はい、八木仁平と言います。自己理解の専門会社を経営してまして、そこで3ヶ月10ステップでやりたいこと探しを終わらせるっていうテーマのプログラムを運営してます。うんうん、まあ、例えるなら自己理解のライズアップみたいなものっていうふうに。僕自身も一回最初ブロガーとして独立して、知ってますお金稼げてたんですけど、はい、あれ全然幸せじゃないなっていうことに気づいて、はいはい、そこからやりたいことが分からなくて悩んでしまって、うん、自分探しの、はい、自分探しの旅がそこで、はいはい、始まってスタートした。でそれも僕はお金も時間もその時あったので、はい、とりあえず片っ端からもうできることをやりまくろうって言って、はいはい、本読んだりセミナー行きまくったりしてって、はい、大体200冊ぐらい本読んで、セミナーも自己分析とか自己理解ってついてるのはとにかく全部行こうって言って300万ぐらいお金かけてセミナー行って、でそれですごいモヤモヤしてたのが、はい、好きなこととか得意なこと、才能、人生の目的だったりミッション、使命とか、はい、自己分析に関わる言葉が多すぎて、はいはい、わけが分かんないなって思ってしまって、うんうん、全てのセミナーの内容どうやってつながってるんだろうっていうのが気になったので、一人でずっとまとめてたら、はい、あ、この3つの要素だけ考えれば自己分析終わるんだっていうものが自分の中で腑に落ちたので、はい、それを同じように悩んでる人に向けてプログラムにしようって思って今自己理解のプログラムしているという流れになります。だから自分で自分のことも理解したい、分析したいと思って悩んでいろんなものを見たりしながらたどり着いたノウハウを仕事にして伝えていると。あとはこの自己理解プログラムの内容をギュギュッとまとめてエッセンスだけ凝縮した世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう本を2ヶ月前に出版させていただいて、ありがたいことにそこから5回重版がかかって今3万9千部売れているっていう、すごいですね、ところになってます。いきなりベストセラー初の本が、はい、ね、びっくりしました。ですよね。まあでもやっぱ本当に時代に求められてる本なんだなっていうふうに思うんですけど、はい、まあ僕もその本を見ましたし、あとは YouTube でもね発信されているので、はい、今日はここを話してほしいなっていうポイントを僕の方が厳選してきましたので、はい、そこについて解説をしていただければ嬉しいなと思っております。はい、よろしくお願いします。まず大前提、やりたいこと見つかったらいいなって思ってる人が大半だとは思うものの、はい、まあ、八木さんが考えるやりたいことを見つけるべきだって思う理由から少しお話しいただきたいんですけど、はい、うん、あ、そうですね、僕自身が一番痛感してるのが、はい、やりたいことが見つかるとそのやりたいことって自分にとって面白いことなので、はい、そこでそれを仕事にした時に得たお金を、はい、さらにその勉強に投資しようって思ったり、はいはい、自分を成長させるためのお金として使っていくと思うんですね。はいはいはい、そしたらさらにやりたいことで関われる仕事が大きくなって、はい、仕事がより面白くなるっていう、このぐるぐるのループ、はい、ループを回せるようになるっていうのが、うんうん、やりたいことを見つけた先にある一番楽しい生き方なんじゃないかなっていうふうにこう思っていて、はい、逆に僕もブロガーだけで生活してた時、はいはい、お金稼げてて成果は出てるんですけど、はい、これ以上勉強しようとかもっとこの分野で成長したいっていう気力があんまりなくて、はいはいはい、なんか惰性で仕事してしまってる、うんうん、同じようなブログをずっと書き続けてるみたいな感じになってしまって、正直仕事は楽しくないなっていう風になっていて、うんうん、稼いだお金は飲み会に入れたりとか、うん、なんかブランド物の服買ったりとか、ストレス解消的な、はいはいはい、そういう風に消えてしまっていて、はいはいはい、成長しなくて
仕事のチャンスも新しいの来ないし、つまんないっていう風になってしまって、だからやりたいことはこれだっていう風に決めた上で、それをもとに自分を成長させていくっていうのが、やっぱりやりたいことを見つける一番のメリットかなと思ってます。自分の成長のためにもやりたいことが見つかった方が、ちゃんとこうそのループが回っていくというか、そうですね、そう散財とかしちゃうとそこが結びつかないような生き方、働き方になっちゃうっていうことなんですかね。はいはい、そうですね、はい、まずやりたいことというのは何なんだっていうのを分かりやすくこう分解されていると思うんで、はい、まあ、そこからまずは視聴者の方に教えていただければと思うんですけど、はい、まあ、それが3つの、ね、要素で構成されているっていうのをおっしゃっていて、うん、はい、そのところからまず聞いていいですか。はいはい、よく好きなこととやりたいこと同じ意味で捉えてる人が多いなって思って、はいはいはい、で、そうですね、けど好きなことっていうのはやりたいことの1要素であって、でそれって不完全だなっていう風に僕は考えていて、はいはい、やりたいこと探しに公式が2つあるっていう風に説明していて、はいはいはい、1つ目が好きなこと×得意なこと、うん、これ掛け合わせたらやりたいことになりますよっていう風に、はい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 、説明してます。なるほど。僕の場合は好きなことが自己理解、はい、自己理解の分野に興味があるのでとても好き で、はい、得意なことは概念を分解して体系立てて伝えるっていうのが得意なので、はいはいはい、これを掛け合わせて自己理解を体系立てて伝えるっていう、うん、これがやりたいことっていうふうに説明してます。だから好きなことというのは領域、ジャンルとか、そうですね、分野みたいなことですかね、はい、会社でいうと業界に、業界みたいなことか、はい、で得意なことっていうのは動詞的なものっていう、あ、動詞ですね、はい、まさに好きなこと名詞、得意なこと動詞 で、はい、ですね、ここをだからまず分解して考えた方がいいよっていうことなんですよね、はい、ここ結構混ぜちゃってる人多いなっていうですね。でその上でもう一個要素があるっていうことですかね、はい、2つ目の公式が、はい、やりたいことだけでも不完全で、はい、そこに対して、はい、大事なこと、はい、自分が何のために働くのかが掛け合わさったら、うん、はい、本当にやりたいことっていうふうに僕は定義して説明しているものになります、はいはい、大事なこと、はい、好きなことかける得意なことかける大事なこと、この3つの要素で本当にやりたいことになるっていう、うん、なるほど、はい、この大事なことっていうのがパッと言われて少しだけ分かりにくいかもなと思ったんですよ、はい、まあ、好きなこと得意なことこれは結構分かりやすいじゃないですか、はい、大事なことってのはどういうイメージなんですか、ね、大事なことは言い換えると価値観です、はい、自分が何を大切にして生きてるかっていうのが大事なことで、はいはい、なるほどなるほど。例えば僕の場合だと、はい、目の前のことに没頭していたいっていう意味で、うん、夢中っていう価値観を大事にしていて、はい、で自己理解を何のために皆さんに伝えてるかっていうと、はい、それも夢中な人を増やしたいからなんですよね、はいはい、なので自己理解を体系立てて夢中な人を増やすことっていうのが本当にやりたいことっていうふうに僕は説明してます。なるほど。その大事なことっていうのは誰かのためにとかっていう他者への貢献とかじゃなくてもいいんですかね。あ、そうですね、はい、仕事のことを考える時は他人に向いてる価値観考えるのがいいです、はいはい、まあ、仕事って誰かの役に立つとかいうことでお金をいただくっていうね、うん、そういうものですもんね、はい、なるほどなるほど。多分この3つが重なってなきゃいけないっていうことを説明するときに、はい、何かが抜け落ちてしまった時のバッドケースを説明すると分かりやすいと思ったんですけど、はい、あ、そうですね、例えば今の3つでこれがないとこうなってしまうみたいなお話ってできます。あ、はい、どれかしか考えてないっていうのがよくあるパターンだと思って、就職する時とかすごい多そうですよね。そうですね、うん、特に好きなことしか考えてないっていうパターン多いと思っていて、はいはい、野球が好きだから野球メーカーで働こうみたいな、はい、なるほどめっちゃありそう、はい、野球に関わる仕事の中で何をするかっていうのが大事なので、はい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 、自分の得意と合ってるのかなっていうのを考えなければいけないっていうのがまずありますね、はいはいはい、好きだけで突っ走れるほど仕事って甘くないというか、まあ得意なことと掛け合わさって結果が出ないと、はい、そうですね、結局まあ楽しくならないっていうのは絶対起きますよね、はい、ただ大事が抜けてるケースで悩むっていうのは例えばどういうケースなんでしょう。大事が抜けてることによってよくあるのが、はい、燃え尽き症候群によって、あ、なるほど、一個の目標を達成した後に、はいはいはい、この次あれ自分これ何のためにやってたんだっけとか、はいはい、次の目標どこなんだっけっていう風に、うん、自分の人生の方向性がない状態なので、はいはい、短期的にはモチベーションがあるけど長期的にはモチベーション続かないっていう風になってしまうことが多いですね。ブログやられてた時の感じはそれですかね、はい、そうですね、なるほど。ブログやってた時は、まあ、目標っても100万円稼ぐぞっていう風に目標を定めて、はいはい、で稼げたけど、はい、あれこの月自分何したいんだっけっていう風になってしまって、はい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 、本当に道に迷ってしまって、はい、でもそこが満たされていればずっと成長していける、はい、ループになるんですかね、はい、
そうですね、うん、目標が1個達成できた後に、はい、じゃあ自分の価値観を満たすための次の目標なんだろうっていうふうにどんどん立てていって行動していくことができるようになるので、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ八木さんも今だったらこの自己理解っていう分野だったら、はい、ずっとその新しい目標を自分で立て続けられそうな気がするっていうことなんですかね。そうですね、うん、自分の何のためにやってるかっていう目的も明確なので、はい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 、人生いくらあっても足りないというか、なるほどなるほど、はい、そういう状態に今はになれるってことですね、はい、なので、まあ、まとめると好きなこと、得意なこと、はい、大事なこと、この3つが満たせることが、まあ、本当にやりたいことであると。そうです。なので、まあ、これを見つけようよっていうのがまず大前提ということですね。そうです、この3つの要素ですね、はい、好きなことよりも得意なことを見つける方が先の方がいいっていうのをおっしゃってて、ここは結構気になるポイントだったんですけど。はい、ありがとうございます、はい、得意なことを見つけた方が好きなことが見つかりやすくなるんですよね、はい、へー、得意なことっていうのは自分が自然とできることなので、はい、これさえ持っていればどんな仕事でもある程度成果出せるな、いわゆる自己効力感が高まる、自信が高まるっていうのが得意なことを見つけた先にある状態で、はいはい、だから好きなことが何かあったとして、はい、あ、これ仕事にできるんだって思ってたら、はい、結構その好きなことにチャレンジするってできると思うんですよ。あー、なるほどね、はいはい、よく自己理解の相談でも、はい、やりたいこととか好きなことあるんですけど、はい、これ仕事にできなさそうですっていう相談が来て、なるほど、それってやっぱ自信がないっていうのが一番大きな障害としてあるなと思っていて、はいはい、なので得意なことからまず見つけた方がいいなと思ってます。そうか、それがあればチャレンジする自分のエネルギーになるから、はい、好きなことも見つかりやすいと。そうですね、あ、そういうことなんですね、はい、かつこの得意なことっていうのをスキルだと勘違いしやすいっていうのを話していて、はい、そうですね、得意なこととスキルをごっちゃにしてる人もまた多いなと思って、得意なことっていうのは頑張らなくても自然とうまくできちゃうこと。あ、なるほど。例えば人の気持ちが考えられるだったりとか、はいはい、リスクを避けて行動できるだったりとか、うんうん、長期的な未来ビジョンを描くのが得意だったりとか、はいはいはい、そうやってスキルではなく、はい、先天的に生まれつきできることだったりすると思うんですよ。で、一方例えばプログラミングができるだったり、うん、英語が話せるだったりとか、うん、はい、そういうものはスキルに、そっかそっか、はい、当たります。後で身につけるものですね。そっかそっか、なるほど。だからそういうのを一回剥がしてフラットな自分になった時にどういう自分には素養があるんだろうっていうのに向き合うっていうイメージですよね。逆に言えば努力しなくてもできてしまうようなもの。得意なことはピカチュウが電気タイプなことみたいなんで、うん、そこに10万ボルトを練習したら、はい、めちゃくちゃ大きな効果が出るみたいなイメージです。なるほど、はい、また僕ね、動画で話されていて参考になったのは、そこが重なってるのがいわゆる天職みたいなものだと思うんですよ、はい、僕は。そうですね、ほぼイコールですよね、はい、ただ天職ってのは見つけるものじゃないっていうふうに言っていたんですよね、はい、それどういう意図でおっしゃってるんですか。結構転職を探すっていうイメージで考えられる方多いと思うんですけど、はい、うん、でも探しても見つからなくて、やっぱ作る方がいいなと思っていて、はい、あ、作るね、はい、なるほど。現実的にこの3つの自分の要素が満たせる仕事が社会にそのまま存在してて、そこに当てはまればいいかっていうと、はい、そうじゃないと思っていて、はい、そんなミラクルフィットが起きるようなことってありえないと思うんですよ。だからどうすればいいかっていうと、この3つの要素のうち、はい、自分が今どこが満たせてて、うん、どこが満たせてないんだろうっていうことを考えて、はいはいはい、じゃあこの満たせてないものを満たすためにはどうすればいいんだろうっていうふうに、はい、今の仕事を作り変えていく努力が転職だって思える仕事を手に入れるためには必要っていうふうに考えてます。だからだんだんフィットさせていくっていう感じなんですかね。そうですね、まあ、さっきの話だと得意をまず見つめながら、はい、そこにこう好きを重ねていく、大事を重ねていくみたいな、そうですね、ちょっと時間かけながらぐりぐりこう、はい、そこを見つけていくみたいな感じ。そうですね、うん、逆に転職見つけるっていう考え方だと、はい、そんなに緻密に分析せずに、はい、とりあえず転職したらいいことあるかなみたいな感じで、うんうんうん、今の仕事嫌だから変えてみよう変えてみようっていう風にやって、確かにね、それで見つけようとしてもおそらくそれって見つからないと思うんですね。そうかそうか、どこが足りないのかを見つめてそこを埋めていこうっていうふうに丁寧にやらないと、はい、今のこう公式にどう当てはまってるのか自分でもよく分からずに雑に環境を変えるだけみたいになっちゃうっていう、はい、なんかそれで言うと今サラリーマンはね、副業やってる人も増えてきてるんで、いろいろそういうことができる手段は増えてそうですよね。そうですね、必ずしも転職とかしなくても見つけていける方法があるっていうか、はい、気がするんで、なんかまあ今の参考にしながら見つけられるんじゃないかなっていうふうに僕も思いました、はい。1つ目が、
なたがイラッとすることは何ですか、という質問です。自分が当たり前にできちゃうことだから求めるハードルがめちゃくちゃ高い、その裏側には得意なことがありますよね、はい、いい質問だなこれ。なるほど。